阪神タイガース史上、最も影が薄かった助っ人外国人は、マット・ヘイグ、クールボー、足立満に見つかったのでダメです。コンラッド、もっと古いの出せよにわか。古いだけだとそれ記憶から薄れてるだけやん。エヴァンス、ハートキー、サターホワイト。それに名前上がる時点でそいつやないの果たしか。近年やとダントツでエドワーズやろ。成績悪くないのに空気あった。コード、マース、トニー・タラスコ、シークリスト、最優勝、ケン、ベキオナチ、ワイもこいつを押す、メンデス、ザラケ、な、コールズ、デイリーに助けてコールズってコーナー作られるくらいインパクトあったやろ。キンケイド、デリック・ホワイトにサインもらったことあるのは俺だけやろな。キャンベル、ペレス、サンディアゴ、近年やとキャンベル、カーライル、クーチ、スケット、阪神ってググったらロサリオのウィキペディア出てきたわ。ウィン、ナバーロ、ロジャース・デイチ、ゴッサム、オクスプリング。有料外国人なのに影が薄かったのはジョンソン、マーク・ジョンソンだな。いつ頃やっけ？1999年の無31年目やね。さよなら逆転スリーランのジョンソン。独立かどっかで無双してた外人取ったよな。全然出番なかった。成績の割に影が薄いのはベン・リベラ。当時の球団最多セーブ上げてたのに。ワイでもヘイグのモノマネはできるで。そのくらいバッティングフォームは強烈やった。台湾のルー君。実質ドライチ二人獲得やって、ポジってたけど鳴かず飛ばずやったな。せめて当時の外人編成に穴があれば一軍お試しの機会くらいはもらえたかもしれんが時期も悪かった。ケン、未だに松坂からホームラン打たれた映像こすられるから印象ある。